日本及び日本の皆さん、ごきげんよう。世界は尖閣問題を今検証している中、僕中国人自らの尖閣報道に呆れました。自分は自己紹介を遠慮したいところですが、今は非常時だからな。自分の中国生まれの真の中国籍の中国人ですけど、そしてあの国には多数の意味がある。品だろうがアジアのゴミだろうが、何せよ、なんかそんな僕でも分かることはただ一つ、俺らは日本人に好かれてないことだ。厄介なことだけどな、今話さなければいけないことがある。自分をこんな危険の時期およびこんな初対面、いつかは本当に日中が平等の立場で話し合いたいな。こんな形式で投稿、そしてこんな風で皆さんの会話するのは誠に申し訳ない。なぜならば僕にも関係ある。自分その中国の一員のとしてね、ただ それしか過ぎない存在だからな。ビデオを自分も見ました。中国と日本両側の報道も比べました。ビデオを公開してないあの頃、まだ自分が追える情報を使い、両国の衝突シミュレーションをしていまして、常識的に考えると日本が主導で中国の行政に体当たるというわけがありませんよ。何より日本は礼儀を重んじる、日本人はそんなことはしないからです。逆を言えば船長は嘘をついている。そして間もなくビデオを流出し、しかし僕は考えている中国側の予想を大きく外れた。海上保安員が命かけて投稿したビデオ、この動画がこの対局の全てを決める中で、中国政府は無限、市民及び反応は疑いで埋め尽くされた。なんて言うだろう、どういうことなの。まずは自分は自分の考えを整理した。そもそもこういうことってあり得るんだ、真実か偽りに負けたってこと。第一の行動はまず中国全土の動画サイトをもう一遍捜索した。結果がこれなんですよ。もう後からすら残ってないってね、全部捜索済み。政府の野郎は何を託してるのか分かる？未だ分からん。今の状況はそれでも無反応なのか、中国の政府は。自分は側面から考えた。潔白をいちも早く証明したいなら、なのにビデオにどうして規制がかかる？今さら全ての真実を隠すつもりか？これきっと裏にあるから違いない。何を企んでいるのは中国政府。中国ごと騙したからな。最初は船長の拘束から、そして今揉めている日中デモまで発展した。いや、悪化か。政府のことはもう、政府は本当にもう収まらない。でも僕が知ってる真実はこれだ。反日デモは本当に政府の指令を下したものではなく、民主自らの意思で行われたものだ。つまり中国政府は何の指示もなくね、民主を都合のままに動かしている。おそらくその鍵となるメディアだと思いますよ。直接ではなく間接で指示をしたように考える。もしくはこのことこう発展さず終えなかったのかな。いや、何せよ効果あったが、いや、日本にとって被害だったか、すまん。さらに思う中、どうして例のビデオどうして公開できなかったか。そう考えると、もし尖閣が中国の領土でしたら、あのビデオの証拠性は全て無効になるんです。日本人が全てをかけたものだ、無になってたまるかってね。ならば終わりの意味に貸すでしょう。そしてまた、本当に尖閣は日本の領土であれば、最強の味方はおそらくそのビデオになると思うけど、日本はこれで逆転できるよ。信じてほしいな。僕は嘘をついてないんだよ。それだけは信じてほしいです、日本。自分は中国人だが、それ以上の中国政府に日本の弱みを握った姿は見たくないよ。できるなら病棟で戦おうがもう問い来るかもしれん。日本人もなんか見せてやれよ、本当に。そして日本の皆さん、本当に感謝を言わないとな。あんたらの器はでかいな。よく唐突言で怪我人を出さずに済んだ、本当でよかった。あと中国政府にもだ、無事日本社会員を釈放して、まあおあいこですね。
もしそうでなければ今頃はとっくに嵐の中かもな。そして最後に日本でたかってる皆さん、国の力になって頑張ってください。自分は中立の立場としてこの争いの最後をまた最後まで見届けるよ。健闘を祈るよ。まあ、僕のことは心配しなくていいけどね。こういう道に一旦入ったらもう後戻りできなくなるからな。覚悟の上だ。いつか共に戦えたらいいなってね。それでは。